さあ皆様ごきげんよう。今日もテケテケ日和ご覧いただきありがとうございます。本日は11月の20日です。いいですね、イチョウがちょうどいい感じに色づいてますね。ここは宮崎県宮崎市の文化公園ですね。宮崎神宮そばの、大きな公園になります。使っているカメラは DJI オズマアクション4。今日は珍しく広角ではなく、広角ですけどもホリゾンバランシングを使っていきたいと思います。左右45度の角度までだったら傾けても水平を維持してくれるというモードですね。こういうお散歩動画、歩き動画にはねぴったりだと思います。ただちょっと画角がねクロップされますんで、超広角好きな私としてはあまり使わないんですけども、気楽は気楽ですよね。あまり傾きとか考えないんでいいんでね。でこのウォーキングしていきたいと思います。この文化公園あちこちにイチョウの木がありまして、そのあたりをね見ていけたらいいと思いますが、なんかね風が強いですさ。先週末宮崎だけに限らず全国的にね天気がかなり荒れてて、宮崎も週末はですね、午前9時ぐらいに雪が舞ってたんですよ。この宮崎市でそのぐらい寒くて、で風も台風みたいにね強かったんで、多分山の方から流れてきたんじゃないかなと思いますが、その影響が今日も多少風は強い、時々突風は吹くんですけども、天気はね穏やか。あ、すげえ。いいですね、イチョウの木。紅葉はねちょっと時期を逃し、ちょっと逃したような気がしたんでね今年は。ああでもイチョウの黄色、鮮やかな黄色見れてよかったな。ねえ、いいですよね。あれ、これはもう工事終わってんのかな。一応ポールがあるけども立ち入り禁止は出てないな。あ、でもやめとこう、怒られると嫌だ。さあこのオズモアクション4ですね、もうほんとずっと使ってるんですけども、一番こう画質的に、自分が使っていく中で満足できる画角っていうのが広角ですね。超広角じゃなくて超広角を使うとですね、周辺のちょっと画像のあれというか鮮明さがかなり失われてる、そんな感じがしました。先週末ですね、とあるイベントでその聴覚を使って撮影したんですけども、縁が思ったよりもちょっとね画質が落ちてた気がしますね。これやはりこのレンズの作りが、ちょっと特殊な、普通のこういうね球型じゃなくて、こう縁がねこうちょっとクリッと反ってるような形なんですね、このオズマアクション4のレンズっていうのが。まあ歪みとかをなくすためにそういう風なレンズ構成に、レンズ構成じゃねえや、レンズの形状にしてるんだと思いますけども、ちょっとその辺で画質が周辺は落ちてるのかなとも思ったりします。ということで通常は私はやはりね広角の 4K30 フレーム、これが今のところベストかなと。色合いとかはですね、もうご覧になっている通りノーマルでこれだけ素晴らしい自然なのに鮮やかな色が出ている、いやーやっぱりいいですね。ああまだ工事中でしたね。さっきのところ入らなくてよかった。怒られるとこだった。あれ何話してたっけ。そうだそうだそうだ、イチョウの葉だったな。そうなんかねあれなんですよ、前回ですね、Vlog っていうかお散歩というか宮崎の葵岳自然公園というね
紅葉のスポットが宮崎あるんですけども、そちらを撮影した映像、これをねアップしたんですけども、まああんな感じでこう、まあ、全体的にっていうわけじゃないですけども、ところどころこうねすごくいい色づきがありました。うん、しかしですね、何かこう例年と比べると、例年というか、まあ、昨年もだったんですけども、葉っぱが焼けてるというか、なんていうのかな、こうもみじの葉っぱがねくしゃっとこうなって枯れてるのがね、あの時期多かったんですよ。うん、そしてもうほんと木によって色づきがもうバラバラで、あれ数年前こんなだったっけなっていう風な、ちょっとね、そんな感じがしておりました。うん、まあ、なんかいろいろ調べたところ、他の地域でもですね、やはりこの夏の猛暑の影響で、表現としてはどうなのかな、焼けてる、葉が焼けてるみたいな、そういう表現してるところもありましたけども、やはり異変が、色づきの具合に異変がある地域も多々、あったみたいですね。さあ、この文化公園はですね、今この通路の両脇、これがあの桜の木なんですね。で、まあその時期になると、春になると、綺麗に桜がね、こう覆うんですけども、ちょっとあの夏の暑さを考えると、心配ではありますよね。ちゃんとみんな咲き誇るんだろうかと。ねえ。現在ですね、時刻は14時ぐらいだと思うんですよ。14時、ちょっと回ったぐらいかな。いやー、日が傾くのが早いわ。でもですね、このなんだろう、スマホとかでこういう逆光を撮ったら、最近はもういかにも作りましたっていうような、そういう絵になるんですけども、まあ、何度も言ってますが、この大妻アクション4、かなり色の付け具合がいいですよね。うん、派手になりすぎるかといって見にくくもなってない。やはりこれは本体のね、照明についてる色センサー、色センサーだけじゃなくて、これ明るさのセンサーでもあるらしいんで、そこら辺のおかげかなと。この辺とかいいですよね。こう日が当たってるところと影になってる部分の濃淡がなんかね、なんかたまらんですね。で、今公園をねぐるっと回ってたんですけども、ちょうど あの辺りにもでっかい、こっちか、イチョウの木がありますんで、ちょっとその辺をね最後に訪れてみようかなと思います。あれも葉っぱ散ってるかな、枝の先端の方の葉っぱはかなり散ってますが、他のところはまだ、うん、まだ見頃と言っていいかな。この公園でウォーキングをし始めてもう10年以上経つんかな。なんかね、やっぱり一番合ってますね。一周がだいたい2500歩ぐらいという風なのがもうね分かってますんで、うん、その1日8500歩以上を目標と、してるんで、その辺がね計算しやすいですよね、すごく。ここはね、睡蓮じゃなくて何やったっけ？そうです、紫色の花です。ここ両脇は。
あ、綺麗だ。さあ、ということで今日はずっとホリゾンバランシング、これで撮っていましたが、いかがだったでしょうか。ちょっとね、最後画角をね、見てみたいと思います。これがホリゾンバランシングの画角ですね。ちょっと画角変えますね。で、これが、私がよく使っている広角のロックスタディの画角。あ、やっぱり多少違いますね。うん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 、多分次の機種ではもっと画角広いまま、いろいろと使えるようになるんじゃないでしょうかね。はい、ということで、今日はこの辺でまたお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。